アンチラ、節子、センズヤ。たまんねえよ、脱法さんだ。え？仕事？首だよ、首。今は本当のプーさんってわけさ。女を口説くときに言いそうなセリフ。キスって知ってる？禁欲7日目。もうこれでもいける。塩うめえ。今日は腕時計忘れたからこれで一発いくか。ドス。お疲れ様。ボスに逆らったことを後悔しながら行きな。わかったよ。もう頼まねえよ、クソババ。季語は？さあ、今日は入社式。新しい門出、頑張るぞ。おお、珍しい。太陽ってのは西から昇ることもあるんだな。ハンカチ落としましたよ。ナンパですか？いや、ハンカチ拾ったんですよ。これやめてください、彼氏いる？うるせえよ。あれ、先月お会いしましたよね。こんなもんじゃなかったぞ。通い続けて丸3年、裏メニューのもんじゃに初めて気づいた。ジャンボ尾崎のワンポイントレッスン。逃げろ。げ、なんだあれは。なんでしょうね。安西先生、コーラ振りました。バイキンマンの声聞こえなくなったわね。え、嘘、マー君今喋ったよね。なんて言ったの？もう一回ママに喋ってみて。I'm a perfect human。 神さんなんて怖くねえよ。お前らケツに叱りすぎと言っていた上司が朝まで飲んだ後めっちゃ重装備で帰ってった。就活は失敗するし、彼氏には振られるし、アホないし、生きててもいいことがないので睡眠薬を3ヶ月分飲んだが、ただ3ヶ月寝ただけだった。オラ野原しんのすけだぞ。監督が何の指示も出さずにキスして帰った。金金玉玉。レギュラーを外したら大声で作戦を叫び出した。俺の嫁が知らない男と浮気してるのを発見。筆下ろし手伝ってって言われて浮かれてたな私。まあまあ、どうしたの？ほらベコ。変だな、僕犬を怒らせるようなことしたかな。映画しか見たことなかったのね。ケイジ君心配するな、みんなが逆走してるだけじゃ。ああそうだな、暇人は成功者になりやすい。やった、じゃあここにいる全員が成功者だ。挨拶が自分だけ地獄付き。計画通り、想定外まで続いております。羽生譲れない、松崎しげらない、武井壮じゃない、ローマだよ。逃げろ、これほんまにあかんやつや。精一杯頑張ったんだ、絶対受かってるはず。1303、1304、1305、1307。どうしてロベルトは一人で、ね、みんなどうしてロベルトは一人で。翼、クリスマスにみんな彼女いるとは限らないんだ。さて、いきなり負けないようにしなきゃな。お、BGM が吉本新喜劇に変わったぞ。なんとか言ってみろよ。あんまし俺らを舐めてっとてめえんち全勝させんぞ。見ろよ、こんなダセペンダントなんかぶら下げてよ。叩き直してやろうか。よこせこれ。ここか、俺も人のこと言えたもんじゃないが、お前髪型特殊すぎるだろ。ノリノリフィッシングの時間だぜ。今週は謎の地下空洞に来ちまったぜ。また来週。ノリノリフィッシングの時間だぜ。今日はカニを食ってやる。あ、痛い痛い。また来週。はい、ノリノリフィッシングヒッチ。でかいぜ。おいカメラ、カメラどこ撮って。また来週。ノリノリフィッシングの時間だぜ。今日はノリノリの人形釣ってみたぜ。じゃあまた来週。みんな久しぶり、ノリノリフィッシングの時間だ。手袋してるのに猛毒クラゲに刺されたんだ。親指の感覚が皆無だ。また来週。ノリノリフィッシングの時間だぜ。今の状況はこの映像を見て察してくれ。それじゃあまた来週。こんにちは、ノリノリフィッシング最終回だよ。今日は三途の川の向こう側に行ってみるよ。じゃあまたいつか。てめえどこ今日だよ。おう、いつはスモールワールド。てやかましいわ。掃除場所、僕は掃除場所で何かの骨を見つけました。同じ班のリリちゃんが身柄を拘束されてすごかったです。何も出ないじゃない、本当に武器なの。でもキャノンって書いてあるし。嘘、69点。平均は69点だ。くしゃ、あんなにカンニングしたのに。いや危なかった、なんとかおまわりさんを巻いてきたよ。飛行機を作ってもらってるの。よかったわね。でもパパに作れるかしら。バカにするな、僕だって助けてドラえもんくらい言えるさ。お帰りなさい。今日から部署が変わってな。すげえ、一人で動いて喋ってる。見直したぜ伸びた。今週のノリノリフィッシングは俺の妻がサーフィンをするぜ。ちなみに魚は取らねえぞ。また来週。ヘイ、ノリノリフィッシングの時間だぜ。ここで親父を紹介だ。また来週。またしたらノリノリフィッシング、君たち収録中だからもう少し後ろに下がってくれるかな。また来週。ヘイみんな、ノリノリフィッシングの時間だぜ。みんなこれを見ろよ。これで釣りに行くはずなんだが餌を忘れたぜ。また来週。ノリノリフィッシングの時間だぜ。土壌すくいに使うザルでなぜか猫が釣れたんだぜ。また来週。ヘイ、ノリノリフィッシングの時間だ。この前はすぐ終わってごめんな。今日は釣りができないところに来ちまったぜ。また来週。いや、ノリノリフィッシングの時間だぜ。でも銀河系を離れちゃった。また、ヘイ、ノリノリフィッシングの時間だぜ。今は手離せないからまた来週。ノリノリフィッシングの時間だぜ。今日は意味もなくアニメ化してみたぜ。ではまた来週。よ、ノリノリフィッシングの時間だ。今日は一人で何もできないからさようなら。ノリノリフィッシングの時間だぜ。今回はコラ画像を作ったぜ。じゃあまた来週。ノリノリフィッシング。何を言ってるんだ貴様。もういい。ムキムキフッキングの時間だ。ヌン。早く行け。ノリノリフィッシングが始まるぞ。ノリノリフィッシングの番組内で釣れる中では中型である。ノリノリフィッシング
ィッシングの撮影後はガチで釣りをする。え、今週のノリノリフィッシングこれで終わり？毎週こんな感じですよ。ノリノリフィッシング懐かしいですね。あの頃の私も若かったですよ。すごいよワクワクさん、まるで海の中にいるみたいだ。ご飯にする？お風呂にする？それともあったし？じゃあご飯で。じゃあ買ってきなさいよ。従来してはいけないもの、お線香。息子の夏休みの絵日記が重い。この漫画のタイトル言ってみろ。キャプテンヒューガさん。ヒューガ君。あっと、今グラウンドに担架が持ち込まれます。何？なんだと？これは翼くんの容態がおかしい模様。全く動く様子がありません。さなえ、翼くん、とどめよ。母ちゃん、本当に地球がヤバいんだって。今未来人がのび太の体を乗っ取ろうとしてるんだって。ああ。犬も歩けば棒に当たるみたいなこと。裸で歩けば棒に当たる。はは、言って。俺たちでのび太に100点取らせようぜ。いい、これであいつも廊下に立てなくなるってもんだぜ。ほんま一人で心霊スポットとか怖いわ。そなたがわらわの城を訪ねるとは、どういう風の吹き回しじゃ。ライトニング光彦、ちょっと気になることがあってな。ダークネス歩み。よし、最後の一杯まで完璧だ。珍しく狩りに出た父ちゃんがウサギにボコられてる。ラオウ、チラオウ、ウホウ。もう、魚が話しかけてくる。トン、買うって言ったじゃん、買うって言ったじゃん。いいですね。ハエの先生も一緒にどうですか。安くてうまい三代目のお得意さんだね。おいらの好みの店だよ。ピロン、逃げろ、そいつは俺じゃない。なんだスネオ、怖いか。ジャイアンは最後まで泣かなかったぞ。お客様は神様だろうが、この疫病神が。主を信じるのです。もっとこうガッといくのです。イメージするのは常に最強の自分だ。強力校に帰ったら手に負えない。お姉ちゃん、お父さんとお母さんの喧嘩はいつ終わるの。とりあえずバルス行ってみます。ふむふむ、今日も学校で嫌なことばかり。せめて夢の中だけでもスネオやジャイアンしずちゃんにかっこいいとこ見せたい。いくら夢の世界に逃げても冷めたら惨めになるだけじゃないか。もっと現実世界で頑張らなくちゃ。俺何も言ってねえよ。俺が完全に猿になる前に伝えておきたいことが。もはやこれだけでいける。俺ゴールデンウィークに何してんだろう。速報、巨大隕石衝突まで90秒。続いては明日のお天気です。あ、ポッチのやつまた親父のベッドで寝てやがる。万引きしたらこうなります。逆に万引きが増えた件、放送時間が余ってるんだ。立て。告られた。それも結婚前提って。うん。で出前感、出前がスイスイスイ。筋肉は全てを解決してくれる。知恵の輪の解き方講座第1回。おじいちゃん、あの世で元気にしてるかな。あの世で新しい女ができたわい。ことわざを少し変えて地味にロマンチックにしてください。猿も恋に落ちる。起きる。出勤しようとする。今日は休日だったと気づく。休日も出勤だったと気づく。飲むでしょ。裁判長、これが証拠です。うむ、実にうまい。ところでこのヒラメはどこで取れたものだね。それはカレーですが。やはりな。でっけえ桃から変なもんでできたんで、ばあさんと2人で退治してやったよ。心も満タンに。これ以上は勘弁してやってください。のび太が素直に廊下に立つ理由。大きな風船ね。ちょっと持たせて。ふわり。あ、もうそういうとこ大好き。静かな冷徹さとのび太の優しさ。この先針に糸を通すような運転技術が要求されます。俺たち7人のライダーがいる限り、この地球の平和は乱させはしない。たとえ命に変えても、この地球は俺たちの手で守り通すのだ。いい、賢者じゃない、命がいい。やめてよジャイアン。2人の時はたけしだろ。わしの戦艦ヤマトが四方発射じゃ。俺が高校生活で女子と撮った唯一の写真。オノマン、顔がオノの男性だよ。森林の木を切り倒す仕事をしているよ。いや、頭使えよ。ジャイアン、ここに引っかかってるぞ。ひどく脆い岩だ。とてもよじ登れない。早くなんとかしろよ。今なんとかしようと思ってたのに。ああ、やる気なくした。漫画が面白くて手が離せない。しかしどら焼きも食べたい。そんな時に役に立つのだ。お前本当に22世紀から来たのか。マイナスとマイナスを掛け算するとプラスになる理由を例えで説明して。平日に台風が来ると休みになる。あんたババア。シン信号ずっと赤ですな。ごめんなさいね、笑うとクラクションが止まらないの。あ、やばい、助けて。かしこまりました。やだ、バナナの剥き方かっこいい。静香ちゃんのこのどこでもドアホが、そういう言葉が頭から離れない。香りが立体的。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃ。全然違う。検討が1回、検討が2回、検討が3回、検討が。うちは静かだからお勉強がはかどるわ。里静かだろうね。何しろ静かちゃんの家だもの。あはは、今から静かじゃなくなるぞ。猫100匹に聞いた飼ってほしいご主人No.1は。にゃー。いや、明るくない。次回の映画ドラえもんでのできすぎくんの出番は。ルル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 ちゃん。小林先生は預かった。君たちに居場所がわかるかな。怪人200面相か。怪人丁寧に振りがなを。僕頭はいいし、スポーツは万能だし、男らしくて親切で。被告人は事実のみ述べるように。なるほど、そういう方法もあるってわけか。眠らせて
スイールより眠らせて自白に気づいた。ゼネラとジャイアンに警告する。1分以内にそこを立ち退きなさい。タモライとのび太がひどい目に遭う。 FF 界から失礼します。ドキュン。12時銀座で待ち合わせ、13時食事、14時映画を見に行く、16時ショッピング、18時今夜を返さないよ、19時帰宅。お前はあと1054の献血でレベルアップ。お前は302、お前は2119、お前は王を死んでしまうとは情けない。お前は62。衛生兵パパースがやられた。仮に私がわがままボディだとするじゃないですか。何、ジャムの蓋が開かない？そんな時は蓋を火で熱するといいよ。もしこの戦いで生き残ることができたら、俺も嫁探しでもするから。ガッハッハ。嫁探しの方が厳しい戦いのことをまだ彼は知らない。 This is 最高にちょうどいいホンダ。ええー、お代官様、見て見て、長女捕まえたよ。ぐー、季節も春よの。何やつ、春物じゃ、着替え。あの頃は、ね